の札幌から港神戸、そして早春の武道館へ、2000年春はバーディングの2人が共に天下取りに向け正念場を迎えました。ここ日本武道館は馬場鶴神様、多くのレスラーたちの夢を育んでまいりました。さあ三沢越えなりますかどうか、小橋さんとの時代を自ら自分たちで作る AK 時代到来になりますかどうか、一人の男の夢を、そして約束を見届けてまいりたいと思います。さあ秋山純が入場してまいります。どうですか小橋先輩、今日の自分は波乱を見極日本武道館バーディング第1章クライマックス。さあ日本武道館ブルーのマットが秋山を呼んでいる。好きな道がいい道だ。さあ舞台に上がった秋山、千里の夢の決勝を送ります。白黒テレビにかすりついた人々、グラビアに憧れ、そしてその思いを募らせた少年時代、ネットに熱い熱い議論を交わす男たち、今世紀思えば日本人はプロレスの虜でした。君はいくつ胸を熱くした。今から10年前、90年ここ日本武道館で鶴田を破り、新時代の扉を開けました。三沢美晴、そして92年三沢が三冠ベルトを奪い取る時、秋山はまだレスラーの卵でした。秋山キャリア8年、そしてこの三沢キャリア19年、選ばれし者だけが歩むことのできる王道。さあエース三沢、万丈の山、先人の谷となって秋山との壁となりますかどうか。特別試合シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー250ポンド秋山純、新代が青い稲妻が走るか秋山純、中コーナー255ポンド三沢光春、早春の緑の風が吹くか三沢光春、レフリー福田明彦であります。さあ徳内さん、ズバリ三沢越えになりますかどうか。秋山には頑張ってほしい反面ですね、三沢にもやっぱり熱い壁であってほしいと思いますね。この三沢対秋山順、三沢の10勝0敗に負けでありますが、この秋山がチャンピオンカーニバル本割では2年連続引き分けの実績、特に98年はこの三沢時優勝戦でした。さあ秋山突っ込んだ、アマレスのスタジオがあります、専修大学アマレス部出身秋山順、そして芦川高大附属高校アマレス部出身三沢光春、かつて長世代軍として頑張っていた2人です。戦慄の青か偉大な緑か、手を出した、胸がどこで合う、いいポジションを取ろうとしているリングの中央、間を取りました。軽くステップを踏んだ秋山、なんとも言える緊張感漂いますね。すごい緊張感ですね。三沢の三冠には2度挑戦いたしまして敗れておりますこの秋山でありますが、その時には長世代軍頂上対決でした。しかしその後三沢の元を卒業、ご存知のように小橋とバーニングを結成、最強タッグ V2 を果たしております。あの時の秋山とはまたまた違います。静かな中にもメラメと燃える青い炎、秋山純、青木和地、一方緑のバック対峙する2人であります三沢光春、組み合いました。飲むかあるいは飲み込まれるか、ロープに押し込んだ背中、三沢エボーエボー返した、打ち合う、三沢有利か、ロープに振り返した、ジャンピングに防いだ、ラリアット後ろに回った、正面からフェイクドロップキック防いだ、ドロップキックから三沢三沢、どうだったか三沢、やっぱりこの辺りが三沢の夢の深さですね。そして上外線はエルボー、エプロンからのエルボー、先制ヒット三沢が見つかる、実際ね冷静に読み、なおかつ果敢に攻めが三沢なんですよね。なるほど、この三沢光春、このシリーズは大森田植を破りまして、そしてこの今最も勢いのある秋山を迎え撃つ形になりました。シングル3連戦トップロープに三沢光春、赤いコーナーが見据えている、積極的な三沢光春、ミサイルキック、これ逆に秋山が仕掛けると思いましたけどね。そうなんですよね。しかし三沢は言っています、この秋山との一戦はフライングラリアット、竹内さん聞いてください、時代の妖精だと三沢自身が言いました。分かってるわけですよね。だからこそここで完膚なきまでに叩き潰しておきたい、それが三沢のアイデアありましょう。先頭音からカウント1つ入りました。しかし一方の秋山は世界タッグベイダーウィリスにダッシュされましたが、シュンとなんかしていられません、ジャンピングにこれを押し戻した三沢、エル
確かに何が起こるかわからない意外性のある2人なんですが、この秋山、しかしその上を行くのがまた三沢光晴でもある。秋山もいい攻めは見せてるんですけどもね、三沢は非常に紙一重のうまいところでカットしてますよね。かつて馬場さんが2人は似たタイプだというふうにコメントしたこともありますが、読んで読み合いという展開が見られています。リングの中央やや赤コーナーよりご覧のような体勢、ヘッドロックに取りました三沢光晴であります。秋山は言います、できれば小橋さんが今日のメインイベントベイダーから3冠を取ってほしい、そして2人の対決が夢です、それにはこの三沢を破らねばなりません。小橋さんの三冠戦に花を添えたいというこの秋山純であります。バーニング結成1年半、今後占いの上でもそうですね、中口さん、バーニング重要な一戦になりますよね。まあ、確かに AK 時代到来というのはですね、ファンの一つの大きな要望でもあるんですけどもね、果たしてすんなりとそれを三沢が受け入れるかどうかですよね。そしてまたこのところタイトル戦線から三沢はちょっと離れてます、この沈黙がまた不気味なんですよね。まあ、三沢、まあ、このシリーズもですね、その大盛りでありそれなりのやっぱり一つの田植えでありその成果を見せてますんでね、この三沢は非常にやっぱり力の強さでも不気味な面がありますね。力強いといえばこのフェイスロックともヘッドロックとも取れるこの形、秋山の苦しそうな表情が伺い知れました。ウルトラコーナーに押し込んでいきました、エルボーです。非常に今日は厳しい攻めだ、三沢に去る秋山に勝ってチャンピオンカーニバルとして三冠戦線に乗り出そうという考えでしょう。さあ秋山を振り返ったエルボー、エルボーの打ち合いだ、すごい序盤戦になりました。今度は上から叩き潰すエルボーです。三沢に去る、声援は相仲間しております。さあこの目だ、とんがった口、ピュアで意固地なこの瞳、果たして打倒三沢になりますかどうか。秋山純、振る、振り返す、突っ込む、かわす、エルボー打った、よろける、あーかわした、ダイビングヘッド、まるでツータが以前やったのあっちのニュートラルコーナーでしたかね、思い出すようですね。ここから流れを変えていってほしいですね。ある時にはこの若手の、そうです、小橋もそしてこの秋山も川田も三沢のもとを卒業しました。ある時は育成士、そしてある時は高い壁、秋山軍ジャンピングに、さあ場外エスケープしました三沢光晴です。5分経過しました。この三沢が非常に場外をうまく使う名手ですからね。そうなんですよね、はい、この後の呼吸、場外戦を挑んだぞ、自ら場外に降りた、どういう展開が待っているんだ。五冠そして六冠さえも使って戦う二人、さあホイップ攻撃、放送スチュアート、さあカニバサミ、もう一回突っ込んでくるところをカニバサミ見ましたか。とんでもない返し方をしましたね。どっちもチャンピオンだ、逆転に次ぐ逆転、倒れているのは三沢、驚きました、いい気詰まるような攻防、スリリングな目も離さない展開であります。場外戦一気に優位に立ちました秋山純であります。さあ今度は場外でエアプレインスピンの体勢だ、ああそのまま鉄柵にのどを打ち据えました。こういう攻撃になりますと、あの非常なところがまた一つこの秋山の特徴でもある。ああ今度は後ろからのどが食い込みます。この辺りの秋山は文句なくエースがいいですからね。本当ですね、負傷箇所への攻め、全日本ナンバーワンとも言われています。また危険、殺気道、闘志向き出し、えげつなく厳しく、この辺は秋山の真骨頂であります。川田選手は凶暴性があるとかつて評しましたよね。このブルーがね、こういう瞬間だと本当冷たく見えてくるんですよね。田植えを瞬殺したこともあります。そして垂直落下ブレンバスター、川田を失神に追い込んだこともあります。この秋山純、首に狙いを定めましたか。さあそしてエプロンから、これぞギロチンですよね。まさにそのものですね。しかもまたクールな表情でやってのける秋山純であります。さあこの後はどういう展開が待っている。スロースターターの三沢でありますが、今日は三沢が序盤戦を仕掛けました。これに対しまして小橋が場外パイルであります、ペースを奪い返しました。ちょっと三沢苦しくなりましたよ。三沢は言います、秋山はあとは経験だけ、本当に本番に強い、プレッシャーに強い、このように三沢光晴は語っていました。そして今一番輝いているのがこの秋山ではないかとも言ってましたよ。当然そうでしょうね。
その秋山に苦戦を強いられております。三沢ミサル、さあエプロンでエクスプロイダーか、エクスプロイダーか、エプロンでエクスプロイダーか、さあどうなんだ、リング内からリング内に持ったことはある、しかしロープを、これを外す、フックを外す、さあフックビアを掲げて、サイダーエクスプロイダー、驚いた、かつて東京ドームで去年5月1日長谷博にやったあの改良型エクスプロイダー、エプロンから上段にやりましたよ、見事にやりましたね。三沢はね、初戦の時にね、秋山の技にはその感情移入がないと言ってましたよね、言いました、しかしね、この技を見たらね、とてもそうは言えなくなりましたね。どうだ三沢さん、そしてどうだ小橋さん、三沢三沢苦しくなりました。しかし、ここからが三沢三沢でもあります、そういうことも言えます。何回も何回も立ち上がってくる三沢三沢、そうして王道を守ってまいりました。DDT 王者のファイトをよく、秋山超スライゴンで過ごした、三沢で過ごした2年2ヶ月、ありとあらゆるもの一番身近で吸収をいたしました。あっと、これはまだネックアンドアンプリチには入ってませんね、完璧ではないですね、裏十字の形ですね、まだね、ちょうどこの腕が4の字の状態で決まりますと、いわゆるネックアンドアームブリッジの対戦になりますが、まあ、その呼び水となりますかどうか、裏十字の形になりました。まあ、三沢選手はあの先ほど首、まあ、それからこの首というのは慢性化しておりますので、それから腕も決まっています、このエルボーにも影響が出るこれは腕よりもねやっぱ首がきついでしょうね、はい、ご覧の三沢三沢の表情です。こんなことも言ってたんですよ、あの三沢が、ね、一発一発秋山の攻めが急所を狙ってくるようになったと言っているんですが、秋山の方は三沢さんが微妙なところで少しずつ少しずつポイントを出すからなということも言っているんです。その辺りが三沢のうまさでありですね、はい、やっぱりそのキャリアの差なんですよね。体勢を変えました、スタンディングを取りました。ご覧のように三沢三沢が仰向けになって、そして首を決められています。もう長年のこの負傷で首がですね、この肩の方にもめり込んで戻らないんだそうですよね。もう三沢のバイクの首は本当に古傷ですからね、はい、もう何回も何回も5、6人がかりで年中毎試合この牽引、首の牽引を控えして行っておりますのを私ども見てて本当に必要になるんですが、目の当たりにしたことがあります。10分経過しました。三沢対秋山の60分一本勝負武道館大会、バーニングが天下を取るか。まず秋山の三沢越えをじっくり見たいと思います。序盤戦ご覧のように構成を取っているのが秋山純であります。しかしながらいつでも満身創痍だったのが三沢光晴、秋山は言います、この人本当に悪いのか、こういうふうに思ったことが何でもあると言います。そう騙されずにこのうまくね攻撃を一つ一つ積み重ねていってほしい、そう思います。武井さん、これはネックロックですね。ネックロック、本当にバリエーションですね、一点集中、武井さん、いいですね。そしてこの後大技に流れ込んでいくというのが最近の秋山の形になりました。シャープでカット2です、正確でしかも機械のように攻め込んでまいります。さあ改良型のエクスプロイダー98を出しました。しかもエプロンから先ほど打ちました。これで大きなダメージを負っています。あとは竹内さん、雪崩式のエクスプロイダー、これを封印しているんですがね、これがどこで出るか。97年チャンピオンカーニバル初公開、この後出してないんだ、どうでしょう、これが出てくると本物なんですけどもね、その果たしてチャンスがあるかどうか、果たして三沢打たせるか打たせないか、こらえるか、今劣勢になっています。かなりの消耗でしょう。リングの中央です。ガッとカメラが寄っていきます。苦しげな汗です。動きが止まっています。秋山攻撃の手を動かせん、小橋を信じて、そして自分の中で小橋の存在が非常に大きかった、もしかしたら馬場さんの次ぐらいに大きいかもしれない、ぜひその小橋選手と新時代の三冠戦をやりたいというのがこの秋山の狙いであります。小橋との約束を果たしたい。
2人で行う至高の三冠戦を実現させたい、それが秋山の願いです。言ってみれば最後のこのサポートを見せる、そんな黒積もりかもしれません。武田さん、ここら辺で秋山の攻め方、これでいいんですか？とりあえずですね、もう首一点に絞ってますからね、はい、今の攻め方は非常にいいですね。これもっと続けるべきですね。ただですね、これを何につないでいくかですよね。なるほど、秋山君です。そのコンピューター、環境を持ったコンピューターとも言われますこの頭脳は一体どういう攻撃を組み立てているんでしょうか。早い段階でこの改良型エクスプロイダー98をエプロンで打ちまして攻勢を取りました秋山ジョンです。その後はご覧のように首攻め一辺倒、三沢ミサル全く反撃に移ることができません。今度はひねりを加えました。ただ一つですね、はい、秋山にとっての要注意はですね、こういう形で攻めていてもですね、三沢は必ず隙を伺っているということですね。思えば竹内さん、鶴田を超えた三沢、その後ですね、それが苦労に苦労を重ねて超えただけに、そう簡単には超えさせまいという、そういう思いがあるんでしょうね。当然ありますね。さあ、あの10年前の三沢ミサルのように歓喜の涙を流すことができるか。エルボーだ、やはり反撃はこのエルボーから、おー、三角飛びの顔面へのドロップキックですね。串刺しのということですね。あーっと顔面にもろに行ってしまいました。これはちょっと初めて見るドロップキックだったんですね。なんたる運動神経三沢ミサル、見るがいい。三沢がいかに時代を超え、そして真のチャンピオンたりえたか。その帝王学をもっともっと盗んでほしい秋山純です。さあ、三沢の反撃はどうでしょう。見ましょう、エルボーです。ランニングしてのエルボー、フェイスロック、かつて鶴田からこれでギブアップを日本人初めて奪った。そうでしたね、この武道館でしたね。さあ秋山、期待をつかみたい。サードロープに逃れました。15分が経過、秋山のミサゴになりますかどうか。15分この前あたりから苦しめられていたグランド攻撃、首への攻撃、ミサミサル受けておりましたが、15分のこのアナウンスを聞くと同時にご覧のように反撃であります。フェイスロック、右へ左へねじります。武井さん、この効果は、これはいい攻めになってますよね。そしておっと、今度は変形、ね、変形であります。三沢もこの引き出しの数はただものではありません。秋山のさっきの一箇所攻め、そして三沢のこの一箇所攻め、あーっとこの苦しげなブラーンとした秋山の手カバーする、カウント2つです。攻守全く入れ替わりました。しかしここからが秋山の粘りどころでしょう、そう申し上げたいと思います。秋山は言います。馬場選手に直々にスカウトされ、いずれトップに立つ人間だと言われました。しかし僕は、人は僕をエリートというが、河原にしばかれ、そしてこの三沢選手にキックでしばかれ、病院に担ぎ込まれることもあるんです。決して僕はエリートではありません。このように秋山純は語っています。ロープに飛ばす、迎え撃つ、両の足が、しかしこれをエプロンに向かって低空ドラッグキック、膝へのドラッグキックだ。竹内さん、馬場さんがかつてこの四天王や秋山の戦いにこの放送席で涙したことがありましたね。ありましたよね。なんという攻防でしょう。さあ秋山が早くも今度はエプロンで何を見せようというのか、狙っている、走った、飛んだ、ジャックグリーン、ジャックグリーンですね。引き分けのない膝小僧だ、北風にがかまけるもんか、膝小僧が飛んでいく。三沢ご覧のように大の字、またしても場外戦で入れ替わるのか。今日はこの場外戦で秋山がいずれもペースを握っています。さあ、そしてカーフランディング、驚いた、鉄柵ですよね、鉄柵のど、これを裏返して後頭部、つまり膝が顔面に行く、こういう裏カーフプランディングはこれまで見たことがあるんですが、今のような鉄柵を使ったカーフプランディング、やはり考えていました。今日の秋山のエプロンの使い方が抜群にうまいですね。場外とエプロンとね。さあ、カバーの体勢、2点3点します。まだ分かりません、長期戦の様相を呈してきたのか。竹内さん、どう予想しますか。ちょっとまだ読めない展開ですね、さあ
緑の伝説を青の奇跡に変えることができるか秋山天さん、これは全部ストーン、しかもこれは挟み込みましたよね、はい、股の間に手を入れてそして落としました。さあトップロープだ、狙っているエルボーか、打ち下ろすエルボー、首筋向こうに王道があるわけですからね。そうですね、天はきっと叶えてくる。
命であります。さあこれからの竹内さん、全日本プロレスですけどどう推測されます？まさに今日が秋山にとってのプロレス記念日、これからが秋山時代の本当の幕開けだと思いますね。そして三沢美沙留もエースらしく堂々と胸を出しましたね。しかし三沢もこのまま終わる三沢ではないですからね、はい、チャンピオンカーニバルの復帰、そして夏から秋に向けての三沢にさらに注目してみたいですね。アンタッチャブルの、そしてバーニングの全日本プロレスの新しい船でどうなっていくんでしょうか。三沢美沙留